サーフに来たわ。餌はみんな大好き、青い袖精鋭チャーシュー。来た来た来た。まさかこんなにね、うまくいくとはね。はい、どうも皆さんこんにちは。私の名前は染地優也。今日はね、見てちょうだい、サーフに来たわ。ほら見て、数々の難波を乗り越えた仙人がいるわよ。あの人竿一本だけど、私は3本でやっていこう。超綺麗。さて、同業者が周りにいなくなったから、これぐらいの声でやっていこうかしら。さあやっていくわよ。でね、まず私の一番の難所がこれ、バケツで水をすくうこと。これやばいわ。これ来んなよ来んなよ。おぶだ。どつかぬ剣を使っていくわ。仕掛けはこれ、100均のちょい投げの仕掛けと、釣り具屋に行った時、マシーンキスっていう面白い名前があって、なんじゃこりゃって買っちゃったわ。そして餌はみんな大好き、青い染め。本当はね、青い染めよりキスを狙いたい時はね、岩い染めっていうね、磯染めを使った方が釣れるんだけど、まあ、今回は青い染めで。おい待って、青い染めが自然に帰ろうとしてるんだけど、使っちゃう。これね、針が 1,2,3 ってあって、これで青い染めをつけるときに、青い染めの尻尾のところを針の一番後ろにつけた方がいいらしいわよ。こういうこと。よし、青い染めね、あの顔の方をね、針に刺しちゃうとすぐ弱っちゃうからね、顔じゃない方を刺しましょうね。こうすることによってね、青い染めって動きで魚を誘うのよ。だから弱らせたらね、もう動きが全然しなくなっちゃうから。2本はこういう感じで固定して、これで置いてる。今回波が緩やかだから、多分ね、当たったらすぐにね、わかると思うから、まあこれで放置って感じで、もう1本私今から作っていこう。さて早速投げたいと思うわ。さあ行くわ。ああ、精鋭チャーシューで投げたら、こうやってゆっくりゆっくり、これで少しずつね、動かすことによって、キスが、あの私が動かしてる餌を見てね、あ、餌やって食って釣れるってわけよ。もう近くまで来ちゃったわ。一回もう巻いちゃって、こういうね、ゴミがついてることがあって、これは取んないとね、釣れなくなっちゃうから。さあそしたらもう一回投げる感じ。はあ、精鋭チャーシュー。こっち見たら見て、針がない。栗原、これはね、栗原のせいじゃなくて、フグの仕業なのよ。フグは歯が鋭いから、多分仕掛けの糸が切られたんだと思うわ。なんてことをしてくれんだ。フグもう取れたら、もうそれね、もう素揚げにするわ。アヒュー、マメズライター。さあ、じゃあ一回もう一回あげてみようかしらね。うわ、ついてないパティンだ、これ。あ、待って、これ。またやられた、これ、フグに。うわ、待って、これ。ほら、髪跡がある、わかるかしら、これ。うわ、やられた。何これ、フグが大量発生した？やばい、全部針一つにされたんだけど。やばい、マシーンキス、これ敗北説あるわ、これ。こっちはどうよ。うわ、これもついてないパーティーンだ、これ。いやー、なんて、ま、最悪だわ、マジで。さあ、どうだ？あ、これは、大丈夫だわね。もう一回これでぶん投げる。あ、いた。割と刺さったんだけど。超神プレ。神プレ精鋭チャーシューじゃ、こら。こっちの二つあんちゃん。こっちさ、もうなんか、針がない気がするんだけど、どんだけうまいやつなんだ、餌を取るのが。もういいわ、また待つ。待って、やばい、ちょっと待って、青い染め盗まれたわ、カラスに。よし、大丈夫、青い染めはね、私食べたことあるんだけど、苦いわよ。大丈夫。多分、あいつすぐに苦さに気づく。え、食ってね。カラスってね、すぐに近づけば意外と炎とする。行くわよ。私、陸上もよくてない。やったわ。青染めを取り返すことに成功したわ。
どうよ、スカラスから取り返しちゃったぞ。いやー、やばい、当たったかもしれない。ちょっと待って、さっきね、私今こっちやろうと思ってたんだけど、え、なんか動いてね。ちょっと待って、あげるか、ちょっと待って、あげるか。セイエーチャーしよう。これはノーだわ。いや、あげるだけあげてみるか、とりあえず。待って、来た、待って、来た、何が来た。え、ちょっと待って、私カメラ映ってた？っていうか、さっきのカラスさ、また来ててさ、で、私今気づいたんだけど、カラス輪ゴム取ってたわよね。ぶねえぞ、てめえ。くそよ、待って。さて、もうね、さっさと投げるわよ。さ、ちょっとさっきの場所なんとなく覚えてるから。千円チャンス。うまい。見てちょうだい、これ。もうめちゃくちゃフグにぐちゃぐちゃにされちゃったからね。これだけは使いたくなかったわ。これエギって呼ばれるね、イカを狙う用のルアーなんだけど、もうこれをつけといて、フグが集まってきたらこれを思いっきりガーンってやると、そしたらここにぶっ刺さって釣れるんじゃないかと。さて今ね、あのさっきのエギを投げてね、しばらく経ったから巻いてく。これで今多分フグは多分餌つついてるから、私が今巻くわよ。おろおろ、また待ち沈入して、また巻く。来た、やったフグ来た、やったフグ捕まえて喜ぶオカマここにあり。まさかこんなにね、うまくいくとはね。よし、こんな感じで釣ってくわよ。もういないので、こちらを連れて、それではそろそろ食材も揃ったことだし、お家に帰りましょう。間違えた、アジトに帰りましょう。さて、早速調理を開始していきたいと思うわ。まず一回これを水で洗うわ。あのフグってさ、さばくとき免許いるんじゃないのって思う人いるかもしれないんだけど、実はね、フグって免許いらないのよ。誰かに提供するときは必要なんだけど、さばく分には問題ないのよね。けどね、大変危険な行為ではあるから、真似はね、おすすめしない。な、見てちょうだい、この歯。これで仕掛けを切ってたんやな。次に頭を切ります。セイエーチャーシューで、ここまで切れたら、頭は切らないで、一回内臓を洗います。みんな見てちょうだい。これがね、やばいところよ。フグの、テトロドトキシンね。テトロトキシンって思ってる人いるんだけど、テトロドトキシン。ここの内臓がやばいな。これ食べたら終わるし、クサフグはさらにね、もう、皮も全部ダメだから、慎重に取り除くわ。次にね、ここをこういう風に押し出すのよ。こういう感じで剥く感じ？ちなみにね、フグの毒はね、青酸カリの1000倍以上あると言われてるわ。だから本当にね、みんなマジで真似しちゃダメよ。で、ここまでいけたら、次にここのさっきの頭の部分を身を持ちながらこう引っ張る。いや、ちょっとこれ難しいわね。薄皮があるから、ここも慎重に。お、来た。千円チャーシュー。よし、完璧。そしたら、このフグ。ここもね、皮と同じ扱いだから、ここも、切る。ヒレはね、切ってください。危ないんで。オケ丸。よし、こうなったら、そしたらね、最後は、骨に沿って身を取り出すだけ。お水が入ったカップに、じゃじゃん、コツのいらない天ぷらか。本当にこれ卵がいらないのが、便利すぎる、これ。少しずつ混ぜながらね。これぐらいかしら。さあ、トロトロになったね。ここに、フグを千円チャーシュー。プラス緑。これはヨモギね。私が取ってきたやつ。あった。こんなところにヨモギがあるじゃない。ちょっともらってくわね。緑を追加。よいしょ。アンパンマン、新しいギャマの油よ。チャカメカファイヤー。じゃあ早く油が熱くなるまで待つわ。みんなさっきのね、
フグの薄皮がなんかみたいな話したじゃない。薄皮も毒があるみたいよ。でテトロドトキシンは致死量が2ミリ3ミリです。ということでね、普通にね薄皮取ってなかったら多分染め分け死んでたわ。どんどん確認せーの。じゃあまずねヨモギから行かせていただくわ。せいえちゃし広がったわ。あら美味しそうね。さて本日のお目玉フグ行かせてもらいます。はい、せいえちゃし。あらやだ、さあ焦げすぎて抗議にならないうちに回収するわ。おお、いいんじゃない。完成したわ。フグとヨモギの天ぷらでの命に感謝。いただきます。あーこわ、まあ、とりあえずまずねこれ食べようかしら。こっちのヨモギはね絶対美味しいから。いただきます。うまっ。ちょっとこぼしすぎねこれ。お塩忘れてたからお塩かけるわ。行こうかしら。あーこわ。フグの天ぷらいただきます。さあ飲み込んじゃったぞ。ああ怖っ。うますぎて物理的に死ぬこれ。あのねフグめちゃくちゃねふわふわだわ。うまこれ。いただきます。うますぎわろた。いや怖いけどめっちゃうまいわね。フグごときたらじゃじゃんレッドブル。これが最後に飲む飲み物になるかもしれないと考えると怖いわね。こりゃうまい。さあ今回はね相当徹底したからね。とにかく皮を取る、内臓を潰さない、皮っぽいのをねチミチミチバチバ取ってたのよ。大丈夫、抜かりはない、絶対に大丈夫。私は生きる。この動画が上がってたらね多分私は生きてるってことだから、いろんな意味でありがとうございました。それでは皆さんハバナイスデイ。静岡最後サビキ釣りを今回はあそこの堤防でしていきたいと思うわ。来た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 、これ早いの全部サバイル多分。